片関とは、律令成果の日本において、天皇、上皇、皇后の崩御、天皇の上位、石関の皇居、武本などの政変などの非常事態に際して、三関と呼ばれた、伊勢国の鈴鹿関、美濃国の不破関、越前国の荒地関を封鎖して、通行を禁じること。これに対して、封鎖を解除することを開け関という。権力の空白に乗じて、 東国の反乱軍が機内に攻め込むことや、反対に、機内の反逆者が、東国に逃れることを阻止するための措置である。片石を行う際には、片石使い、解除する際には、海石師と呼ばれる使者が、石所に赴いて、片石、海石を命じる。片石師は、原則合位の官人が認じられ、護衛として、ウドネリやこの F 兵士が随行した。出発時には、 大臣時期時期に死者である証明となる吉りと、片石を命じる直夫と官府が授けられ、馬つかさから乗馬を提供されて、鈴を鳴らしながら進発した。海赤氏もほぼ同じ手続きが取られた。歴史上確認される最後の片石は、養老五年の元明城広報御の時である。その後、延暦八年には、三石の制度自体が廃止されるが、 以後も片席が必要な事態が生じた場合には、席の跡地を封鎖する手続きが取られた。だが、封鎖すべき、三席が存在しない状況下で片席も境外化、儀礼化が進んで名ばかりとなっていった。なお、中世以後も、片ばかりの儀礼として、片席の手続きが取られる場合があった。機内及び、近世以前における最後の上位である、降格天皇の折にも、 片席が行われた。ありがとうございます。